はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。いやー、まあいいや。なんかね、最近ね、台風が通過してなんかむちゃくちゃ暑くなったりね。かといって台風が来る前はね、普通に夜とかね、めっちゃ寒かったんですけど、今現在気温2時、深夜の2時なんですけど、気温が23度あるんですよね。日中になると30度近くなるというね、なんですが、まあ、23度は全然暖かいんですけども、今この台風がね、通過したからなのか暖かいんですが、台風で、ね、どっか行っちゃったりする。例えば来てない時はね、すごい寒かったんですよ。気温19度とかね、だったんで、普通に寒いと思って、冬のね、ジャンパーを着ながらね、部屋でね、過ごしてたんですけど。ね、皆さんちょっとね、まあ、昼はあったかいんだけどな。新潟でもね。夜がやけに寒いって。うっかりね、窓開けて寝ると大変なことになる。俺未だに布団、毛布でね、過ごしてますから。うん。夜は基本寒いんでね、やっぱり。今は、最近はあったかいけど、台風のフェーン現象か。なんかわからんけど。普通にね、寒いね。まあ、皆さん気をつけてください。ということで、今回は、またビールです。前回飲んだ、引き続き、サントリーのブラウンエールというのを飲みたいと思います。クラフトセレクトシリーズ。アルコール度数 5%。天然水 100% 仕込み。原材料バグアドホップ。クラフトセレクトは世界の多彩なビアスタイルを通じ、個性的な味わいをシリーズでお届けします。ほっと心くつろぐ、香ばしく深いコク、優しい口当たり、となってまして、クラフトセレクトシリーズボリューム2です。ブラウンエール。というね、ここにね、なんかこうね、まあ、前回いろいろ説明したんですけど、旨味、香り、苦味、ボディとなってて、旨味が4つ星、香りが4つ星、苦味が2つ星、ボディが3つ星。そして、限定醸造。これなくなったら終了です。これはなかなかね、前回の、まあ、先ほど飲んだんですけど、このペールエール、これなかなか美味しかった。ね。まあ、俺がバカ舌なんで、飲んだ次にこう飲まないと、何がどう違うのかっていうのが全然わかんないので。ね。もう先ほど、今さっき飲んだ、ペールエールの次に飲んでおります。それでは。まあ、ブラウンエールという名前からブラウンっていう、ね。まあ、茶色い。いうことなんですが、先ほどもすでにペールエールの時点で茶色かったんです。うん。ああ、でも、さらに茶色い気がするな。気がするなっていうか、茶色いですね。さっきのでも結構濃かったよね。さっきもね、すでにね。さっきもすでに結構濃かった気がするけど。まあいいか。1.5 倍ぐらいさらに濃くなってるね。たぶん。それ乾杯。あ、今度は全然苦味がない。はい。また、ツナ、マグロ。ツナ、スーパーツナ。ツナつまみを食べていきましょう。あ、全然苦味がないね、これね。
さっきのペールエールめっちゃ苦かった。めっちゃ苦かったんだけど。今回は、全然苦くありません。うん。ペールエール。ブラウンエール。ほっと心くつろぐ香ばしい深いコク。優しい口当たり。ブラウンエールとは、イギリス発祥の伝統スタイルで、香ばしく甘い香りの深いコク。余韻が楽しめる褐色のエール。かっこ上面発酵ビート。特にイングリッシュブラウンエールを参考にしています。だって、もう何を言ってるか全然わかんないけど。まあ、簡単に言えば、色が濃い、苦くない、っていう感じですか。知ってる？ハンバーグにはブラウンエール。だって、どうでもいいですね。うん。ブラウンエール。こちらはですね、ブラウンエールは、麦の香りが強く、割と濃厚であると。ああ。前回飲んだペールエールはホップの香りが強かったんですが、今回は麦の香りが強い。ああ、若干麦茶っぽい。香りもしないでもないですね。ホップの香りは、なんか、表現するのはちょっと難しいけど。ホップの香りと麦の香り。麦の香りはちょっと麦茶っぽいな。なんか。うん。すっごい苦い麦茶っぽい。うん。うん。そんな感じがするわ。さっき飲んだペールエールは、なんか、フルーティー、なんかフルーティー、こっちちょっと苦いんだよ。なんか、香りが、味は苦くないんだけど、香りが苦いんだな。で、ホップは結構香ばしい、フルーティーな香りがする。多分、そこは違いなんだろうかな。ホップの香りは結構、フルーティーな香りがする。難しいな、これ。ホップの香りと麦の香りって、ああ、こう違うのかっていうのを、このクラフトセレクトシリーズの第1弾で、まあ、示しているのかなと思います。多分。多分ね。ペールエールはどっちかっつうと、苦いんだけど、割と香りが軽いんだよね。っていうか、香りがフルーティーなんだよね。フルーツみたいな。フルーツの花みたいな香りがするな。なんかな。フルーツ。うん。でもこっちは不思議と麦の香りが苦い。香り。苦めの香りがするんだけど、実際は、この味、舌で感じる味と、鼻で感じる味みたいなのが違って、
香りで言うと苦いんだけど、実は苦くない。舌で感じると苦くないんだよね。あの苦味っていうのが結構弱めなの。確かに。確かに苦くない。あの、スッと苦味が消えるんだよね。最初こう飲んだ時に、あ、苦いなって思ったけど、シュッと消えるんですよ。でも、前回の飲んだペールエールは全然ね、あの、苦味がね、残ってくる。舌の奥に、あの、こう、時間的な意味でこう、長く続くんだよね。で、それでいて、香りが強い。あの、フルーティーな香りが持続する。まあ、個人的に俺が、こっちよかは、前回のペールエールの方が美味しいとは思います。結局、これで、あの、割とほら、自分がどっちが好きか、どういうビールが好きかっていう、こう、基準にもなると思うんだよね。これはなかなかいいシリーズ。サントリーもよくやったな。うん、こう自分がこう好きなスタイルを、ね、テイストをね、探すきっかけにもなる。なかなか、粋なことしてくれんじゃねえか。という感じでしょうか。うん、個人的にあの、ペールエールの方が、このブラウンエールとかね、ちょっとね、うん、まあ俺は好きなんですけど、うん、うん、確かに、うん、結構難しいけどね、これね、ペールエールもブラウンエールもまあ普通にうまいんだよね。ああ。ああ、難しいな。なんか考えると。いろいろ考えるとすごい難しいな。味ってやっぱりな。味覚ってなかなか難しいですよね。確かに。難しいわ、これは。なんつうかな。これで言うとさ、フルボディか、ライトボディかみたいなのがあるんですけど。うん。濃厚か、まあ、爽快か、あ、違う。濃厚か、軽快かみたいな。のがあって、今この飲んでるブラウンエールが結構濃厚なんですよ。で、前回飲んだペールエールが、まあ、これよりは低いんですよ。濃厚さがね。で、確かに濃厚さっていうか、もう何を言っていいのかな。ちょっと難しいですね。簡単に言うと難しい。これとこれの何が違うかって、その濃厚さで考えると、どう違うのか。っていうのを口で表すっていうか言葉で表すっていうのは非常に難しい。感覚で言うと、なんとなくわかるんだけど、それを濃厚さ、濃厚さ、軽快さで、こういう理由だから濃厚なんです。言えないんだよね。こうだから濃厚です。こっちが濃厚です。こうだからこっちの方が軽快ですって。
多分俺にはわからない。うん。確かに、あ、こっちが濃厚なんだなっていうのはわかる。なんか、わかるんだよ。なんかちょっとスモーキーっぽいのかな。あ、わかったかもしんない。ちょっとスモーキーっぽいんだよ。このブラウンエールの方が。ペールエールよか。そこの違いなのかな？濃厚か軽快かみたいな。スモーキーなんだよ、ちょっと。燻製っぽい、なんか。それがフルボディか、ライトボディか、の違いなんでしょうかね。うん。もうだいぶ、酔っ払ってますけども。もう今ね、深夜の2時18分という。まあ俺いつも3時ぐらいに寝るんですけど。おかしいとは思うんですけど。ね。確かにね、濃厚か軽快かっていうのは、色を見れば大体わかる。ちゃわかるんだけど、でも色を無視する場合、で言うと、難しいよね。さっきのペールエールも、まあ確かに、でも苦さでもないんだよな。濃厚が軽快かっていうのは結局苦さの部類ではないんですよ。結局、濃厚か軽快かっていう。苦いか甘いかとかそういうのじゃないんですよ。確かにそういうもんなんですよね。濃厚か軽快か。ちょっとスモーキーっぽいのか、ウイスキーで言うと、いわゆるスモーキーなのか、もしくは、まあなんか、燻製っぽくないのか、燻製なのかみたいな違いがある。ああ、ちょっと確かに、燻製っぽいな。こっちはなんか、煙っぽい香りがする。味がするっていうか、香りがするっていうか、なんかそんな感じのね。だから本当にこういうさ、味覚のさ、仕事とかさ、あるでしょ？よく。ね、テイスティングマスターみたいな。スーパーテイスティングマスターみたいなのね、なんか、ウイスキーとかさ、違うけど、まあ、ウイスキーのあれもあるけども、ウイスキーのな、ね、ね、あれもあるけども、ワインとかもね、当然あるだろうし、まあ、このビールにだっても絶対あると思うんですけど、そういうなんか、テイスティングする人間の、いわゆる基準となるし、味覚っていうね、感じのね、やつってのは、そういう人間っていうのは、当然、人間が飲むものですから、人間がね、まあ、機械っていう、まあ、機械で、まあ、判別することも確かにあるとは思うんですけど、やっぱ最終的に人間が、ね、当然、やるとは思うんですよね。まあ、でも確かに、これは難しいね。個人的に全然、あれだもんな。見た目で、色でしか俺判別できないとか、なんか難しいもんな。あ、うまいわ。苦いわ。ぐらいだよね。うまいか苦い。うまいかまずいか。苦いか甘いか。濃いか薄いかぐらいしか、あれだもんね。できないもんね。うん。何？麦の香り？ホップの香り？何それっていう。ボディ？旨味？とか、ね。
最終的に旨味ですからね。いわゆるあれで、あれで、味覚でさ、味覚ってさ、あれ、甘い、苦い、酸味、塩味、旨味ってあるんですよ。5つ、旨味ってか、苦、味覚ってほら、5個あるんですよ。で、それの、旨味っていうのが、割とね、結構ほら、それ以外はほら、割とわかるんじゃないですか。あと辛味とかもあるか。辛味はあれ刺激だから。まあ、旨味って結構難しいですよね。なんか昆布とかさ、のさ、なんか、食べて旨味、うまいとかさ。俺、未だに旨味とかって、まあ、それを表現する、なんか、こう、言葉でさ、表現したりするのって難しいよね、絶対。とは思うんですよ。旨味成分とかさ、確かになんか、うまい。昆布とか、なんだ。イカ、まあ、うまみっていうと、昆布とかさ、なんかスルメとかか。スルメとか食ったときに、ああ、うめえな。ああ、うめえ。っていうしか方法ないんだよ。うまいっていう言葉しかないんだよ。だから、全然わかんないね。うまみ成分とか、それを抽出して、こう言葉にすることって、うまみって何っていう話になるよね。それが、しょっぱさとかさ、甘さとか、辛さとか、ね、まあ、その類だったら、まあ、言葉があるんだけど、うまさ、みたいな。は？いや、うまいわ、これ。うまいんだけど、これうまさ、98% だな、とかって言って、何それ、曖昧すぎない？言われるとは思うんですよ。何うまさって。うまみ 100% だなとか、うまみ 50%、これはあんまりうまくない、うまみないから 30% だなとか言われても、はぁ？ってなるんですよ。うまみって結構難しいよね。結局それの類です。これは。濃厚か、軽快か。まあ、俺の個人的なあれで言うと、ウイスキーとかの、ちょっとスモーキー、煙たい味わい。あれのに結構似てる。ビールの。なんか飲んだ時に、あ、煙たい。っていうのがこれなんです。さっき飲んだペールエールは、全然煙たくはなかった。別に煙たくはないね。このブラウンエールはなんか、煙たい。そんな感じ。だから、まあ、だからっていうか、だからコクが簡単に言うとコクですよね。濃厚か軽快かっていうのはコクなんですよ。コク。若干甘さが似た感じではある。香りはまあ、
まあ、結局、国なんだよね。国なんですよ、結局。濃厚か警戒か、国があるかないか。っていうと、うん。まあ、日本語って難しいよねっていう。534です。ご視聴ありがとうございました。